ドリンクバー。ドリンクバーは外食産業のレストラン店内におけるセルフサービス方式のフリードリンクコーナーである。若者にはドリバと略語で呼ばれることがある。名前が定着しているためにこのサービスそのものの名称ともなっている。店舗に備え付けのドリンクバーコーナーまで自ら出向き、好きなドリンクを選択し、必要に応じて砂糖やクリーム、氷などを加え、 席に戻って賞味する。基本的に一人一個のカップグラスで利用し、グループでの回し飲みは禁止されている。規定料金を払えばお代わりの制限はなく利用できる。ただ飲み物によっては熱いもの、ほと、冷たいもの、コールドがあるため途中でコップを交換した方が、より美味しく飲めるが、チェーンによってできるところとできないところがある。 なお、複数の飲料を混ぜて飲む方法を表記しているレストランもあり、自分の思考に合わせて楽しむ利用者もいる。朝食メニュー、一部チェーンではランチメニューやデザートセットでもの場合、ドリンクバーがセットに含まれていることが多い。また、漫画喫茶ではフリードリンク製の店舗もあるが、この場合は質量にドリンクバーの料金が含まれていることが多い。 1992年、スカイラークの古会社グリーンテーブルが、ガスト古代ラテンのプロトタイプ店舗を作り、低価格路線のメニュー、ドリンクバーの設置を行いオープンしたところ大ヒットとなり、バブル後の消費不況で低迷していたスカイラークは、翌年ガストへの大規模な転換を行った。ガストは当初は、ホットドリンクバーとして温かい飲料水しか提供せず、 ホットドリンクバーを注文した客に対してはカップを一つだけ渡していたので、当時は一つのカップのみで様々な飲料水を飲まなければならなかった。また、現在のガストでは、ドリンクバーはプレミアムカフェという名称に変更されている。当時のマスメディアにも大きく取り上げられ、ドリンクバーの認知度は世間に広がり、競合他社まで多大なる影響を与えて広がりを見せた。 一説には、もともとのコンセプトではなく、あまりの多忙さにある、アルバイト社員が、コーヒーのデキャンタやポットを客席に置いて自由に飲ませた、ことから始まったとも言われる。居酒屋やカラオケボックスで、グループ客に飲料を提供する際に使われるピッチャー、水差しもヒントになったと考えられる。低価格路線で人気を博した、ドリンクバーだが、現在は、 種類の拡充にとどまらず一杯ずつ抽出する専用エスプレッソコーヒーマシンや果汁100%ジュースの導入などさらなる進化を続けている店舗の規模やスペースレストランチェーンが契約している飲料メーカー酒造メーカーに左右されるが概ね一家のような飲み物が主流アイスコーヒーはあらかじめ飲料メーカーで抽出したコーヒー原液で提供するものと コーヒーマシンで抽出したホットコーヒーをグラスに入れた氷で冷やすものがある。コーヒーマシンの給湯機能を使い、茶葉はティーバッグで提供することが多い。冷茶の場合は工述する清涼飲料水のサーバーやジュースクーラーで提供する。ロイヤルホールディングス系列、ロイヤルホストシズラーなどのパラダイストロピカルティー、アイスティー、バーミアンのアジアンティー、ウーロン茶、ジャワティージャスミン茶など、 と、各社のこだわりが反映されやすい。ラインアップは契約する飲料メーカーに左右されることが多い。健康志向を謳い、野菜ジュースや青汁を扱う店もある。コーヒー、チャル以外にも、以下のようなものが提供される。レストランチェーンによっては、フローズンと呼ばれるシャーベット状のソフトドリンクや、ソフトクリームといったデザートが、ドリンクバーでも提供される。 一部の焼肉店チェーンでは、ビールや日本酒など、アルコール類もドリンクバーに加わる場合がある。例えば、現在は、全店ガストに転換されたスカイラーク系列のビルディにおいては、フルーティバーとしてワインなど、アルコール飲料も含めた、飲料水の飲み放題を提供していた。ドリンクバーに先んじて広まっていたのが、通常メインディッシュが来るまでの間に提供される。 スープが飲み放題となるスープバーだった。主にステーキレストランで広まったが通常のファミリーレストランでもランチタイムや休日など時間を限って実施することもある。現在大手中堅のレストランチェーン店ではドリンクバー導入率も高いがフルサービスレストランとして差別化のためにあえて導入していないレストランチェーンもある。またドリンクバーだけで 延々と客が店に長居することで客席の回転率が悪化する、その店舗の石炭化や利益率が下がる、弊害も見られるため、90分や2時間など、時間制限を設けたり、駅前、繁華街、観光地など、特定の条件の店舗に限って、ドリンクバーを実施しない例もある。また、一部店舗で導入をしている、ロイヤルホストは、ドリンクバーを減らす方針をとっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。